高橋春佳人は、静岡県静岡市出身のプロ野球選手。左投げ左打。阪神タイガース所属。小学校入学後に、兄の影響でソフトボールを始め、小学3年時に、西名少年野球スポーツ少年団に入団した。時は立花中学校時代は、右翼手権投手として、3年夏に、全国難式野球大会でチームを優勝へ導いた。 ト葉学園立花高校に進学後、1年夏からのベンチ入り。2年夏には甲子園大会へ出場し、開幕戦となった福井高大福井戦に救援投手として登板を果たすも、打線が菅原州の前に9回に得点に封じられ、初戦敗退。3年秋には日本学生野球協会へプロ志望届を提出するも、ドラフト会議で、 どの球団からも指名されなかったため、アジア大学へ進学した。アジア大学では、1年秋からリーグ戦に登板。3年春には、リーグ優勝を果たし全日本選手権大会に出場、ベスト8に進出した。大学通算31試合で5勝7敗、防御率3.57。大学には3学年先輩に、山崎康明、矢部高月、大下優馬。 2学年先輩に、板山雄太郎、藤岡博次大、一学年先輩に、創設有意人、同期に、北村拓己がいた。2017年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから二巡目で指名され、契約金七千万円、年俸2二百万円という条件で入団した。背番号は二十九。2018年、入団前の新人体力測定にて、 左肩の筋力がやや弱いことが判明したほか、人数の関係もあって、高知、秋での2軍春季キャンプに参加。オープン戦から1軍へ合流し、4月11日の対、広島東洋カープ戦に先発し1軍初登板。7回を2アンダム失点に抑え、プロイリアと初勝利を挙げた。阪神の新人投手が甲子園での1、軍公式戦で、 先発投手として初登板、初勝利を記録したのは、1959年の村山実る以来59年ぶりの出来事であった。前半戦で先発として6試合に登板し2勝3敗、防御率3.63を記録。しかし、6月中旬から左肩のコンディション不良で実戦から遠ざかり、そのままシーズンを終えた。シーズンオフには、 100万増の1300万円で契約を公開した。2019年秋での2軍春季キャンプ中に実戦復帰すると2軍調整を経て5月5日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でシーズン初登板初先発を果たしシーズン3試合目の登板となった同30日の対読売ジャイアンツ戦では7回に失点でシーズン初勝利 一軍では377日ぶりの勝利を挙げた。その後先発ローテーションに定着し、当番を重ね、7月には月間 MVP の候補にも挙げられた一方で、高等しても味方打線の援護に恵まれない展開が続いたほか、シーズン終盤には自らの調子も失速し、特に9月は4試合の当番で3敗を起死した。 ランディ・メッセンジャーの引退試合となった9月29日の第中日ドラゴンズ戦では、打者一人を抑えて降板した、先発のメッセンジャーの後を受ける形でプロ入り後、初めてリリーフ投板し、1回に3を無失点に抑え、プロ初ホールドを記録。最終的に19試合109回に3の投板で3勝9敗1ホールド、防御率3.78の成績であった。 シーズン3位で迎えたクライマックスシリーズでは DNA とのファーストステージ第3戦、巨人とのファイナルステージ第2戦の2試合に先発した。シーズンオフには900万増の2200万円で契約を公開した。2020年、左肩の不調で開幕からで遅れたものの、10月5日の対巨人戦でプロ初関東勝利を挙げると、一軍に合流した後は、 先発陣の一角に加わり、12試合に登板して5勝4敗、防御率2.49でシーズンを終えた。シーズンオフには700万増の2900万円で契約を公開した。2021年、2年連続で1軍のギノザキャンプに参加するも、2月16日に行われた楽天との練習試合で故障し、2軍でリハビリをしながら開幕を迎えた。 9月9日の対東京ヤクルトスワローズ戦で1軍復帰し、シーズン初先発をするも、序盤に大量失点を喫し敗戦投手となった。9月18日の対中日戦では7回、無失点でシーズン初勝利を挙げた。9月25日の対巨人戦で9回で128球を、当時5被安打13奪三振でプロ初完封勝利を挙げた。 翌当番となる10月2日の対中日戦では、9回を97球、5被安打、7奪三振に抑え、球団投手としては2020年の西有気以来、左腕としては1992年の湯船、年老以来となる2試合連続完封勝利を挙げた。細身の体格ながらしなやかな腕の振りから繰り出す、最速時速1 5 2トルの伸びのある、ストレートが武器で、 ツーシーム、カットボール、スライダー、チェンジアップを投げる。腕のシナリア、柔らかさ、ストレートの救出に対する評価が高く、一軍投資コーチの金村明は、左の岩熊と評しているほか、川本育士や今永翔太にも例えられる。その一方で、投球フォームや救出の安定性、制球力などを課題としており、大学時代はそれらが原因で安定した成績を、 残すことができなかった。三振を奪える投手であり、2019年は、規定投球回未到達ながらも、菅野智之や西雄貴を抑えリーグ8位の125、脱三振を記録している。ありがとうございます。